しれない。あれ？あれ？星野。星野大名館の話は星野大名館劇場は頬を向いた星野大名館劇場はてない一時の沈黙があった今回の旅行で一番安なんか静かな企画だった寝起きの方がまだうるさかったけど全然塗ってないのまだ、うん、そんな急に始めろって言われてもねえ、まあ、主人公の設定寝ようでじゃあ陽気な男優日本初代のメガネ屋の店主でもいいよここがメガネ屋なるものかえ店主ではないかあなたが店主でござるか店主なんか新しい メガネなるものはないでござるかえ、新入りをあいつでござるかこいつが新入りなるメガネなるものかはあこのメガネ曇ってるでござるな曇ってるでござるな世界は変わった店主、店主、店主、これおいくらでござるか100円、100円、この時代100円という価値はないでござる金1枚で よろしいか2枚必要帰るでござるいや、終わった。お前ほどアドリブが汚いもんでね。終わった。なるほど。なるほど。大丈夫、これを繰り返していくさなか、きっと上手くなっていくはず。行くでござるか。行くでござろう。なぜそれをさっきの劇場の時に使わなかったのか出ない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 閉まったわ逆にその山の魅力を伝えるなんか音を出してる企画になってるぞ。星野だマナーモードになってるでござるよ。
キノコだうるさい、キノピオ。ヘイ、マリオ。なぜこういうテンションを持つ劇には使わないのか分からない。アドリブが効かないの。あ、そうなの。とっさに出てくるの。そう。あ、そうなの。やるって言われたのに出てこない。うん。言われないときに出てくる。ああ、なるほど。でもさ、びっくりしたね、星野。今度はさ、吉田との幽霊になっちゃったよ。そっか、これがサーバントになるけそっか、そういうエピソードだったのか。エピソード 2.5 だったね。あそこ切られたじゃん。切られた瞬間に、うん、エイレンの座に立ったんだな。剣で切られたからセイバーだな。そっか、あの後に俺によって召喚される。そうそう、マナーモード付きの剣があれば確定召喚。あ、そういうでもさ、ああ最終的に死んだじゃん。ああ、でもさ、最終的にさ、思ったんだけどさ、今ああこういう北吉田のが入れ替わっていくことに関してはさ、全然伏線回収できてないんだけど確かにまさか星野もあのタイミング来るとは思わないと思ったからね。ああ、よし、あれ、わし吉田殿のこういう北吉田わしが入れ替わってる。これはあれかな、実は鈴木殿が全ての真相を知ってるパターンかなそれは分かんない。エピソード 2.7 ぐらいで語られるか死んだ真実がじゃないと、あの人も歌ってるだけだから死んで、うん、全然全然お前前世の関係なく早く死ねよ成仏しろよすげえ一人で盛り上がってるパリピみたいな全然パリピこそ好きその時代にないはずなんだけどな絶対マラカス持ってたあのポーズわしの名はわしの名はあ、いいじゃん、タイトルわしの名はでいい今回やばっ、キノピオドーンで出るわ。うん、星何遊んでんのもうあ、俺も少年期だ少年期だ。まさかね、入れ替わっちゃうと思わなかったよな。でもお主は誰じゃ、誰ぞって書いてあるお主は誰ぞって書いて電車は誰だ、うん、行けで、なんかさ、おい、あれじゃん、あのさ、ちょっとここは守ってよみたいに書いてんじゃん。ああそれがさ、あれ刀はサイレントマナーモードしてくれんかのあなたこそ、ちゃんとおにぎりを作ってくださいやばいでしょ右肩に切り傷入ってたんだけど俺なんシャシャのわしなんて鼻に風穴が開いちゃったじゃんわしの腹帯勝手に売るのやめてくれない。わしの攻撃顔料まで刺して顔料までなっちゃったんだけどやばいでしょ。なんで入れ替わったんだよどういう経緯があったんだよマジで。あれじゃない、で数年後にさ、うん、あのサイレントマナーモードの剣が降り注いで小雪死んじゃったんじゃないの。でも今回の話は、ね、珍しいんだよ。ん、吉田さんのが一番まともなのえ、何呼んだ星野。